はい、どうもこんにちは、あやかんぼチャンネルへようこそ。今回は前回に引き続きストーンズ東京ドライブボリューム2を見ていきたいと思います。10分ほどの動画ですね。これはなるべくというかほとんどね、もうストップせずに、皆さんトラックの音がすいません、同時視聴してくださる方がいるっていうのを知ったので、なるべくカットせずに、そしてストップもなるべくせずに、ストップするときはさすがにストップするっていうので、まあ、なるべくこうスムーズに見るようにします。で、前回はそうですね、なんかちょっと裏側、そのデビューまでのお話を聞けて、まあ、すごく良かったなと思うんですが、そういった裏話が今回も出てくるんですかね。はい、ということで今回のおやつのお供前回タピオカで美味しかったんだけど、すごいお腹いっぱいですねお腹いっぱいになりましたね。今回はこれはね、亀田製菓、美味しいよこれ。無限エビ、食べ出したら止まらない系の塩加減のおせんべいです。もう嫌いな人いるのかなっていう、こうシンプルなでも病みつきになる系の味です。亀田製菓さん有名ですね。美味しい。私あんまりお菓子最近食べないくなってきて、やっぱり体のためもあるし、単純になんか食べたらしんどくなってくるっていうのもあるし、でもおせんべいはまだいけるなおせんべいは今のところまだいけるので、たまに食べるんですけど、いただきます。塩分が欲しい時にマジでたまらない味です。はい、ということで東京ドライブボリューム2見ていきます。思い出の地を巡る、そうだったね、忘れてたそうだ、うなぎ屋さん、うなぎ屋さんってねなかなか行けないよね、高いから。光江、なかなか人混み行くんだね、全然行くんだね。光江の上行ってみたいんだけど、行ったことないんだよね、上まで。高そう。うな重高いよまあまあ贅沢な。棚盛り、美味しそう。すごい、もう一度6人で歌いたい。直談判したの？緊張するよね。いいですね、なんか今だからこそ食べれる。一番高価入れ物似合うね。もうそういうキャラにさせられてるけど、まあ、事実だもんね。美味しそう。うわ、食べれるこんなに。すごい。大量に食べれないよね。御曹司確かに
高校生がこんなとこ来るのおかしいもの、普通に考えた。おいしそう。ひつまぶし、8000円やって、一番やつ高っ。うわー、中にも入ってる見て見て、こんな食べれんの、すごいな。まあでも美味しいからさらっと食べれるのかな。なになに、贅沢なお湯ちめっちゃおもろい、アイスそうそう、お金持ってる人ってね、あの呼ぶのよお金使うとその分ね呼ぶの作りへ、へえ。へえ。豊川稲荷東京別院。へえ。行こうかな。行こうかな。ご利益マジであるよってジャニーさんが言ってた。結成直前の悩み、ぶっちゃけなんで、そうなんだ、ビーアイシャドウ、ネガティブだな、うん、初めからこの5人6人でグループになる予感がしていた。そうなんだ。うん。意外なんだけど、京本さんが辞めるって。聞いてないふり、高3ね、人生の岐路なんだよね。へえ。仕事ないってほんと辛いからね。存在価値を考えちゃうっていうか、
ゼロか仕事。確かにそう思うわ。わかる、やりきったって思えるもんね。こんな有名な人たちでもさ、当日券気にするんだね。まあ私たちが思ってる以上に大変っていうのが分かってはいたつもりだけど、こう言葉で聞くとね、実感するよね。シアタークリエ前。めちゃくちゃ普通に外いるよね目立つな。へえ、本当に結成の始まり。いやこれいいよね。よかったな。バイバーイ。素だね、結構ね。やっぱ6人でいるときはそこまでこう、なんていうの、仕事、まあもちろん仕事なんだろうけど、仕事モードがそこまで発揮されてないのが逆にいいよね。動画見るのに、もう集中しちゃって、自分が、リアクションできてるのかがわかんないんだけど。もうなんか、見入っちゃって、なんか、起承転結がある動画じゃなくて、結構全部が、なんていうの、重要だから聞かなきゃいけないじゃん。全部こうエピソード話してくれてるのを真剣に聞こうと思うと、ちょっと、そうだな。ちょっと、真剣に見入っちゃって、マジで私の顔面が映ってるだけみたいな。もうごめんなさい、本当に。いやー、すごいなー。なるほどね。なんか、そうね。高3ってやっぱ人生を考える一つの第一起点っていうか、まあ中学生でも高校どこ行くかって結構重要だと思うんですけど、高校こそほらもうね、そのまままた学び続けるのか働くのかとか、いろんな視野が広がる年齢じゃん、18歳って。だからすごい、これは誰でも共感できることだから、余計にこの東京ドライブボリューム2の方は、まあ普通に誰が見てもわかるって思うような内容で見やすいんじゃないかなと。なんかテンションイエーイぶち上げみたいな動画にならなくて申し訳ないんですが、もう彼らがこの語ってくれた本音はすごく貴重だと思いますし、こういうのを残してくれてるのがちょっとありがたいなと思いました。はい、ということで今回はストーンズ東京ドライブボリューム2の動画を視聴させていただきました。最後まで一緒に楽しんでくださった方、ぜひチャンネル登録といいねボタンをぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。